はい、どうも皆さんこんにちは、ごきげんよう、ミーソンでございます。最近皆さん七星召喚やってますか？ねえ、運営が七星召喚推しをしまくってて、なんかちょっと嫌だの、そういう声たくさん聞きますけど、いざ触ってみたら、七星召喚やってみたら楽しくないですか？ねえ、最近七星召喚たくさんのカードが追加されまして、イベントもやってる中で七星召喚を触らないのはね、これ皆さんテイワット国民として、これ非国民と言われてしまってもこれおかしくない中ですけど、でもまあ七星召喚そんな楽しくないよね。で、七星召喚なんでやらなきゃならないんだっていう方いると思うんですけど、各言う僕も七星召喚ね、やりたいという気持ちはあるものの、ちょっとね、ゲームが下手くそなせいで全然勝てずね、それで苗散らかしの日々なんですけどね、七星召喚の楽しみ方、これね、僕確立しました。結局好きなキャラクターを使って自分の戦いたい、戦い方で七星召喚を遊べば一番楽しいんじゃないかということで、僕が今組んでるのはこの画面に映ってる女の子フータを、あ、真ん中、はい、フータをワントップにしたデッキですね。このフータをだけで勝とうみたいな感じのデッキですね、ほぼ。で、どんなデッキかっていうと、まあ、今からちょっとリプレイを見ていただくんですけど、いい感じの試合が取れたので、僕が普段使ってる、最近使ってるフータをデッキをちょっと見ていただこうかなと思います。このね、敗北となっている中で唯一の勝利、これですね。まあ、この編成を見ていただければわかるんですけど、フータオ、シャンリン、ユクワキっていう、このよく一緒にいる3人ですね。この3人を一緒に組ませてあげたいな。ちょっとね、ちょっと超運は今回お休みなんですけど、これなんでこの3人にしてるかっていうと、まあ単純にね、皆さんも知っての通りね、ここの3人いつもよく一緒にいるということで、七星召喚の中でも一緒に、ね、いさせてやろうという、これオタクからのエゴですね。本人たちは本当に一緒にいたいのかどうか分かりませんけど、ね、僕オタクなのでエゴで一緒にいてもらうことにしました。で、これ超運じゃなくて、フータを確定採用で、で、ゆくあきもフータとわりかしシナジーがあるので、ここは採用として。で、なんでシャンリンを入れてるかっていうと、フータとこれ炎元素で炎共鳴が使えるんですね。なので、炎共鳴のためだけにこれシャンリン入れてます。なので、この後も見ていただければわかるんですけど、シャンリンはね、ほとんど仕事しないですね。で、ユクアキもこれ今から元素爆発を打ったら、その後は退場してもらうみたいな形で。で、この、デッキのコンセプトとしては、できるだけユクアキで時間稼ぎをして、その間にフータウに強い装備とか生物とかだったりをつけて、で、かつ、まあ、この今来た宝探し洗礼なんかでドローをしながら欲しいカードを掘りまくって、で、最終的にフータを一人で買ってもらおうというデッキなんですけど、で、ゆくあきって元素爆発を使うと、通常攻撃に水元素の追加攻撃が乗るようになるんですけど、まあ、ゆくあきはさっきも言った通り元素爆発を打ってしまえば、もうお役目はもう果たしたことになるので、まあ、この後元素、ね、爆発を打つんですけど、この後に、まあ、ゆくあきはね、倒れてもらわないと困るんですね。フータウに繋ぐために。で、その倒れてもらうまでの間に、なんとかドローなんかをして、時間を稼ぐわけですけど、この時間稼ぎの間に通常攻撃をしてしまうと、この元素爆発、たった3回しか使えない分が消費してしまうことになるので、あまり使いたくはないんですけど、ここはね、元素、スキルを打つために水元素サイコロが3ついるので、ね、本当は通常攻撃打ちたくないんだけど、今無理やり打たざるを得ないみたいな感じでしたね。手札のこのパイモン、ニコスのパイモンを使うことで、多分元素スキルを無理やり打つことはできたんですけど、ちょっとね、後に取っておきたいので、ここは通常攻撃を1回消費して、ゆくわきの追撃を打つみたいな感じですね。で、フータをって、そう、これ、今これ2ラウンド目なんですけど、2ラウンド目でゆくわきはできるだけ倒されてほしくないんですね。3ラウンド目ぐらいまで粘ってほしい。ね、なので思ったより先に倒れちゃったんですけど、ね、見ての通り、フータオにあまり今武器はついてない状態。今これ一応、洗顔の冠ですね。洗顔の冠洗顔のこのね、生物がついてます。で、これは、一応マイラウンド、シールドを、耐久を2個獲得するっていうカードなので、フータオを一人、たった一人生かすためには、これ必要な生物ですね。うん。もっと本当はいいカード拾っておきたかったんですけど、うん。で、元素スキルを使いますと。で、ドローと、で、フータオは添付カードで元素スキルを使うことができるんですけど、フータオは添付を使って
元素スキルを使うとヒットポイントが6以下の時に攻撃力がプラス1という効果があるので、できるだけそれで使いたかったんですけど、うん、まあダメでしたと。で今凍結してしまったので仕方なくシャンリンに変えましたね。うん、でフータを長らくこの長い間生きながらえさせるために回復カードなんかを入れてもいいんですけど、さっき言った通りできれば攻撃力ヒットポイントが6以下の状態で攻撃力高い状態を維持しておきたいので、まあ、シールド系を採用したりとか、まあ、こういうカニのバター添えでダメージ軽減だったりとか、回復せずにできるだけフータのヒットポイントを6567ぐらいで維持した状態で、ずっと戦ってもらいたいなみたいなデッキですね。で最悪もフータウが例えば残り HP が2とかになってそろそろやられちゃうよって時でも、フータウは一応元素爆発を使うことで自分のヒットポイントを3回復することができるので、でここで新たきのカード、これ2枚引いてきたの、これが後々生きてきますね。でこのカードは、まあ、このターン中に味方キャラが倒された時に万能元素1個生成しつつチャージを1獲得なので、これをシャンリンがやられたターンでフータウに使ってあげたいわけね。うん、なのでしっかりとフータウが動けるぞっていうターンの時にシャンリンを倒してもらいたいので、このままだとカウに攻撃されちゃうとシャンリン倒れる羽目になっちゃってたので、まあ、多分洗顔つけてるので、これねつけてるので耐えたかなとは思うんですけど、まあ、一応シャンリンこのターンにやられてほしくないので、フータウに変えました。うん、まあ、できるだけ先行で相手に返したくなくて、まあね、ゆくあきとカウのこのコンビといえば、ゆくあきで水元素の追撃をしつつ、カウが氷元素の攻撃をするので、先行で凍結されまくるみたいなことがあるので、できるだけ先行は返したくないですね。うん。ああ、これ、カニのバター添えが消えてしまいましたけど、これはちょっと痛いね。うん。やっぱこういうフータを生きながらえさせるデッキなので、できるだけあるダメージ軽減系は、うん、残しておきたいんですけど、今のこれですね、血のかまどですね。で、血のかまどは、ちょっとバカ。血のかまど見せなさいよ、効果。これですね、味方の出撃キャラがフータ。このカードを装備したフータのヒットポイントが6以下の時、与える炎元素ダメージプラス1ということで、うん、つまり元素スキルを使ってる時の通常攻撃のダメージが1上がるって感じですね。で、今はつけてないんですけど、後々フータオにこれ武器をつける想定でもあるので、もうバカみたいに火力が出るわけですね、フータオだけで。うん、でもうこのターンはもうやることがないので、ね、宝探し洗礼だったりとかパイモンなんかを使って次のターン、次のラウンドたくさん動けるように、あ来ましたね。でこれがキーで、この洗顔の槍を使うと味方チームにリーウェキャラがいたらシールドを獲得できる。でプラスまあ武器なので攻撃力が1上がるってところなんですけど、もう維持でもシールドを提供してあげたいのでこれを採用してます。うん、でシャンリン早く倒してくれって感じなんですけど、全然倒してくれないんですね。うん、ね、生地このシャンリンに洗顔をつけてしまったせいで相手が全然倒してくれなくて、でこれ1残った状態で凍結にさせられて、でこのターン僕はもうこのシャンリンで何も動けないので仕方ないのでフータオに変えざるを得ないみたいな感じですね。でちょっと今フータオに武器をつけたんですけど、これですね、これがさっき言った通りここで見れるかな、登場時に味方チームにリュウエのキャラクターが1体存在するごとにこのカードは装備キャラにシールド1、提供する、最大3までっていうことなんですけど、これはもちろん全員リュウエキャラなのでシールド3獲得できてるわけなんですが、まあ、ヒットポイント3の状態でフータオにチェンジするのってやっぱめちゃくちゃリスキーだと思うので、しっかりとこれをつけた上でフータオに変えたみたいな感じですね。やっぱ怖いんでね。でどうしてもシャンリンを倒してもらいたいので凍結してるシャンリンをこれ表に出しました。で見てもらいたいんですけど、この状態ね、見て、フータウが残り HP が2、相手が3人残った状態で8、2、9、この状態でどう勝つんだという感じですよね、これだけ見たら。ね、こっからどうなるのか、これ注目です。そう、やっと私の出番。で、これがシャンリンが倒れたことによって、今、新たちのカードが使えました。で、これで元素爆発が打てるようになりつつ、バンド元素サイコロ1個出しましたね。うん。で、相手のターン。相手はもう元素サイコロがないので、ターン終了するしかないと。で、こっちは元素サイコロがあと3つあるので、もう1回これ倒せます。うん。動いて、で、行くわけの追撃と。うん。で、宝探し洗礼のおかげで3枚ドロー。
フータはさっき風前の灯火だったんですが、なんやかんやあってヒットポイントが5に回復しまして、キノコピザも使いつつで1回復で、エンドフェーズ時にまあこれもまあシールドがあるので全然食らえませんと、でキノコピザの効果でプラス1回復で、シャンリーが残してくれた 5% のおかげで元素反応が起こって行く秋を倒せましたと。でさっきなんやかんやあってあんだけ不利やったのがね、一気にこれ逆転、ガチガチのフータを対ディオナになりましたね。もうここまで来てしまえばもうあとは相手のリソースを削るだけなので、ありがたいことにここまでかなり準備をさせてもらえたので、手札も潤沢かつね、この二元素、あの万能元素を2個作るパイモンだったりとか、回復系のやつだったりとか、炎元素サイコロを追加で出せたりだとか、まあこういうのもあるわけですが全然関係ないよと。で元素スキルを使って気づけばもうチャージも溜まってるので、仮に大ダメージを食らったとしても元素爆発で回復できますよと。ほんで花パイも2つあるので、もうこうなればね、負けるビジョンなしという感じなんですけど、でこのかなり前に行く秋で使った元素爆発まだ残してましたね。で最後は元素爆発でさいならという感じのデッキですね。これ見ていただければわかるんですけど、めちゃくちゃフータオにめちゃくちゃついてるんですね。これがフータオワントップデッキこれほんまは多分ね、どうなのかな、シャンリンの枠を勝利に変えたりとかしてもいいかなと思ったんですけど、炎元素サイコロが使いたくて、でこの炎元素共鳴のあれですね、炎元素関連のダメージが3上がるってやつなんですけど、あれフータオで攻撃した後に行く秋で蒸発を起こすと、あれ水元素反応、水元素関連の反応ってことになるのかな、判定が。だからね、炎元素共鳴のあれが乗ったり乗らなかったりなんですけど、まあまあ使えないことはないので一応入れてます。なので僕はこのフータオワントップデッキを今後も使っていきたいので、もしこれを見てる有識者の方がいれば、このカード入れた方がいいよとか、こういうカードがそのデッキやりたいなら強いですよみたいな教えていただけると助かります。一応デッキレシピを今から、これですね、13時万民堂でですね、デッキプレビュー、はい、これですね、これ武器を1個ずつ入れてるんですけど、こっちね、あ違う写真じゃないよこれね、通常攻撃のダメージが単純に1上がるってやつね。これどっちにしよっかなって悩んだ結果1枚ずつ入れることにしました。でこんな感じですね。まあこれなくてもいいかなって感じ。これは軍力格入れてるけどね、真っ先に抜くならこれかも。まあこんな感じのデッキがあるので、もし有識者の方いれば改良案教えてください。というわけでありがとうございました。フータオワントップデッキでした。